こんにちは、はやぶさフィールドスタッフの井村敦です。今日ははやぶさ魂、第35回目、時期は今11月、こちら場所は愛媛県の方ですけれど、これからどんどん調子が上がってくるアジング、こちらをですね、新製品を使いまして実調の方で紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあちょっと実調始めていくんですけど、とりあえずこの鳩の先端についてる、この常夜灯の効いてるこの明暗の部分がポイントにはなるんですけれど、ちょっとこの場所がちょうどこうテトラの切れ目で、こちらこう磯が来てるで、ちょっと地形に変化のあるとこなんで、ちょっとここ夕間詰めでこう沖合から入ってきたアジがいるかどうかちょっとチェックするので、ちょっとここでやってみたいと思います。すいません、さっき当たりましたわ。なんか本命らしいブルルンっていう当たりが、ちょっと場所を変えます。じゃあちょっと場所を変えてみて、今は鳩の中間あたりにあった常夜灯の下だったんですけど、今度は鳩の先端にある街灯の下に来ました。隣でやられてる、サビキで釣られてる方は、20センチぐらいのアジですね、夕方からコロコロ釣れてるっていうことなんで、ちょっとここで頑張ってみたいと思います。センチぐらい、アベレージなのね、20センチぐらい、ギリ20ぐらいですね。中層、今潮が右から左へ行っきょるんで、正面に投げて左へちょっと流す、ドリフトみたいな感じで流しきながら普通にリトリーブしてただけで、要は横引きですよ。それでもうひったくるように持っていったんで、ビグはこれ何やったっけ、アジロックのラウンドタイプの、ウェイトが 1.5g、 さっきまで 1.25g 使ったんですけど、ちょっとなんか流れにもう一つ馴染みが悪かったんで、ちょっと重くし 1.5g と、アジクルーの、ニードルストレート、これの UV 置き網
っていうカラーで、さっきのは釣れました。とりあえず今1匹釣れたんで、もう一回このまま続けてちょっと様子を見てみます。かかり方しますよね。まあ、ずっと巻いてきて結構その明かりの効いとる中なんですけど、ちょっとアクションを入れた後にちょっと落としてまたリトリーブを始めた時にモゾモゾっていう感じの小さい当たりで、それを開いたんで、まあ、フッキングもバレにくいところにうまいことはかかってます。大体アジの場合はこの、まあ、よく言われるウワーゴフッキングって言われるこうウワーゴにかかると結構バレにくいですね。はい、それではですね、今日使用しましたジグヘッドの方なんですけど、こちらもですね、今年はやぶさから2種類、新しく発売されてます。まず1つ目はアジロックラウンド。これはもう見た目、まあ、ボールヘッドで、結構オーソドックスな、まあ、ジグヘッドとなってます。まあ、使うシチュエーションとしては、まあ、オールラウンダーではあるんですけれど、まあ、例えば、まあ、フォールで、反応が出やすい時とかに僕は対応します。で、特徴としましては、前の、アジロックから継承してまして、このワームを抜く、要はワームをフックにセットする時の、針の抜き位置ですね、それを分かりやすくするための、この目印ですね、これはまたこのまま、前回のアジロックから継承しますんで、ビギナーの方でも簡単にワームの方はセットできるようになってます。で、あとこのアイですね、アイの部分もちょっと大きめに作ってまして、まあアジ釣り、まあ、割と時期的に、まあ晩秋から、まあ、春にかけて、まあ、気温の低い時割と多いんで、まあ、手もかじかみやすいんで、まあ、ラインの結束しやすいように、ラインアイはちょっと大きめに作ってあります。はい、と次に、アジマッスグですね。はい、こちら、まあ、以前のメバルマッスグっていう、まあ、ジグヘッドがあったんですけど、そのシステムを、アジ用の、ジグヘッドに使っておりまして、一番の特徴はもうこの、ワームキーパーですね。普通でしたらワームをジグヘッドのフックの方にセットするんですけれど、これは下にワームキーパーが別に出ておりますので、こちらのワームキーパーに、ワームをセットしていただくということで、こちらもビギナーの方でも簡単にワームをまっすぐ、セットすることが可能になっております。で、ヘッド形状なんですけど、これは砲弾型になってまして、じゃあこのジグヘッドを使うシチュエーションはどうなのっていう場合になりますと、例えばその流れの効いてる場所なんかで、例えばドリフトさせるような時とかっていう、そういう仕様に乗せたりとかする場合はこの砲弾型を、主に使うことが多いです。こちらもラインが結びやすいように、ラインアイは大きめに作ってあります。これが特徴点になっております。続かんですね、なんか単発っすね。贅沢言うとあかんすけど、アジングの醍醐味はやっぱりね、連発するっていうのが醍醐味なんでね。
まあちょっと趣向を変えて、ほんまにベイトフィッシュ小魚系がおったら十分ね、さっきの20ぐらいの味でも十分メタルジグは食ってくるし、まあちょっと当たり1投目からや。沖なんかな、怖い。なんかこんな作戦書いてボーって釣れたら怖いわ。はい、ちょっと手前、ワームで攻めてたんですけど反応が悪かって、であれまだいてはるかな、ちょっとサビキのおじさんが結構遠投してて、魚を釣ってたんでちょっと大きめを攻めるっていうことで、まあ、ワームから、まあ、タックルも変えて、メタルジグ、これも今年新発売のジャックアイファインダー、これの 5g ですね。これでもう1投目ですね。ちょっと沖に群れてるんかもわからんですけどフォールで、食ってきました。まあサイズはかなりダウンしちゃいましたけれど、まあやっぱり大きめとか、まあ深場とかですね、ワームではなかなか探れないエリアっていうのも、こういうハードルは特に遠投のキクルアーなんかは効果的な場合があるんで、ぜひ、まあ、ワームとこういうハードルアーのローテーションで、釣果を上げていってもらったらいいんじゃないかなと思います。てるんで、もうちゃんとフッティングしてるっていうことにしといて、強気でもうゴリゴリ巻いちゃいます。よっぽどでかいサイズ以外は。ジャックアイファインダーのこのリアのトレブロではなく、フロントについてるアシストフックですね、こっちの方にまあかかってるんで、まあメタルジグのアクションで誘いをかけて、まあこのアシストフックがちょっとこれ分かりづらいんですけど、ちょっとこういうティンセルがついてて、で針もはやぶさならではのサビキン使ってるような、こういう平打ちの針を使ってるんですね。多分メタルジグのボディのアクションで寄せてこのアシストフックで食わせたみたいな、多分そんな感じのかかり方ですね。はい。はい、それではですね、今日まあ実調で使用しました、ワームの紹介をさせていただきたいと思います。今年はやぶさから、出ました、2種類のワームですね。まずは、ハジクルーの、ニードルストレート、これはもう名前の通り、言うたらまあピンテール系の、まあ、ワームになるんですけど、サイズはまあ 2.5 インチとなってるんですけれど、この、まあ、ボディに対してこのテールがですねかなり細い形状になっておりまして、まあ、アジのサイズを問わず、吸い込みやすい作りになっております。そして次にですね、同じくアジクルーの、ダブルテール、これちょっとなかなかアジング用では珍しい形状をしてるんですけど、このカーリーテールですね、特徴は。で、このカーリーテール、このメインになる大きなこのテールは規則正しく動くんですけれど、もう一本この付け根からもう一本テールが生えてるんですね。この先にボール状のものがついてるんですけど、このテールがこの規則正しく動いてるメインの、テールの動きをはちょっと邪魔しちゃうわけです。
それによってちょっとイレギュラーなアクションを起こして、バイトを誘発させる、そういった作りになっております。そしてこの2つのワーム、共通しているのはボディは両方とも、ジグヘッドがセットしやすいようにある程度の太さを持たせます。しかしアジの口の中に入りやすいようにこのボディとテールの付け根ですね、ここはこうくびれた感じになってまして、アジの口の中に入りやすくなってます。これが特徴ですね。はい。で、カラーの方は、2種類とも各12色の設定になっておりますんで、まあ、いろんなシチュエーションに応じて、使い分けができると思いますので、ぜひよろしくお願いします。なたまにライズショーね、もっとね水面にバチャ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 やってくれてたら、例えばメタルジグの表層早巻きとか、あとはもうそのジグヘッド単体の、まあ、ワームのリグで割と表層の横引きとかで切ってきたりとかするんで、結構簡単に釣れる場合っていうのが多いんですけど、やっぱりこう魚のおるレンズが目で見える方がやっぱり超パワー上げやすいですよね。さっきまでメタルジグを使ってたんですけど、ちょっとリグを変更しまして、アジロケットプラス、ジグヘッドで、ワームはニードルストレート、使ったんですけど、まあちょっともう潮が止まりかけてるような感じなんですけど、まだ若干流れがあったんで、潮上にキャストして、ちょっと沈めて、まあ、リフトアンドフォークですね。まあ、メタルジグなんかの使い方と、基本的には操作は同じなんですけど、まあ、メタルジグよりも、スローな、感じで、動かしてやったら、中層で、ちょうどこう、ホールさせた時に、ホールさせた時に、もう、スポンと持っていくような、あたりが入れましたね。まあ、サイズはやっぱり20ぐらいですね。20センチ。そこへ落としていって、そこへ落としていって、そこでさあアクションつけようかなって思ったら、もうすでに行ってました。あ、久しぶりにめっちゃやる気満々の丸のみジグヘッドのヘッドしか口から出てない。もうこんだけ吸い込んどったら、まあ多少楽なやり取りをやってもちょっとキャッチしやすいので、まあ、ナチュラルケースはちょっとこのワームで、このカラーで何回か当たり上げおったんで、ちょっとこれを機会にちょっとワームのカラーちょっと変えて反応を見てみたいと思います。はい、最初は着いたところの大きい、だいぶ数いそうですよだいぶ当たりました。あのね、2回投げて2回釣れたんで、向こう行きましょう、向こう行きましょう
まあまあ、A サイズ。キャローで。これまだ釣れたんですか？もう、もう。なんちゅうか、まあ難しいに考えるのもこのライトゲームの面白いとこですけど、イージーに釣れてくれるのもほんまや、ただの木や。イージーに釣れてくれるのもライトゲームの醍醐味である。 AJ ですわ、 AJ ですわ。謎にサイズがいいね。あ、これいいわ。なんかほんまにただ巻きで申し訳ないんやけど、これならもう25ないんかな。ない、なさそうやな。あるか、5は1か、うん、ギリ5ぐらいね。一応これは今岡原さんが割と連発してたんで、まあ活性の高い魚が今このキャストできる範囲内におるって思ったんで、まあ、カラーをこれはストロングチャートっていうカラーに変えて、割とアピール力の高いカラーで変えて、まあ、手返しよく釣っていこうかなっていう目論見が、なんとなく当たりました。やってみます。やっぱり最初に言ってた夕間爪潮止まり前後はでも当たってますもんね。アジなんやろうか、なんかコツっていうあたりやったけど、おったおったわ。まあまあアベレージじゃないですかね、20センチぐらいですね。うん、なんとか釣れてくれました。感謝です。感謝です。もうあかんと思ったけど、もうあかんと思ったけど。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。はい。まあオーソドックスなマジグヘッド単体でもまあ釣れましたし、あとまあそういう鳥羽周期系ですよね。アジロックを使ったリグでも釣れる。あとまあメタルジグですね。はい、でもまあ釣れたっていう。もうまあ相対的に釣れたのがポイントが結構沖合だったんで、いわゆるまあ長距離砲ですね、メタルジグとまあアジロックが強かったかなと。はい、多分12月くらいからの話なんですけど、はい、木村さん的にはどんな感じで攻められる？そうですね、まあやっぱりまあその時期になるともう僕ももう完全にもほぼライトゲーム一色になるんですけれど、まあ、そのタイミングになるとやっぱり水温もぐっと下がってきますので、まあアジプラスまあメバルといったまあコラボで2本立てでまあ大体強行する場合が多いんですけど、ただやっぱりまあ季節柄まあ風が強かったりとかするんで、まあジグヘッド単体の
タックルだけじゃなくって今日のようにまあちょっとそのね向かい風に対応できるような、メタルジグとかそういう飛ばし浮き系、なんかも駆使して、やっていけば結構面白い釣りができるんじゃないかなと。はい、ぜひぜひこれから楽しんでもらえれば、はいはい、そうですね、はい、まあいい兆候になったらと思います。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、また呼んでください。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、